はい、それではポケモン SV やっていきたいと思います。今回の主役は謎の存在海トリオですね。このトリオは一体何なのか、対戦で誰が使っているのかよくわからない、そんな存在ですが、正直育成した私もよくわかっていませんが、なんと隠れ特性で砂隠れ持ってます。そう、水タイプにして砂隠れなので、スナッパにおける補完的にはまあなのかな。で、謎の専用技トリプルダイブ、命中はほんの少し不安ですが30の3回攻撃ができますね。なんで砕ける鎧持ちとかはこれだけで弾け飛ぶでしょう。はい。ただウルガモスのような炎の体に接触してしまうと後半威力が下がるみたいな、ダブルウィング的な落とし取り回でありましたね。見てない方は落とし取り回をチェックだ。うん、そういう恐怖があるんですが、はい。で、なんか技範囲がね、びっくりするぐらい狭くて、泥かけをなんとなく入れています。避けれたらいいな、みたいな。で、置き土産は便利ですよね。はい。なんで、元々の耐久の低さもあるので、まあ、アタッカーだけじゃなくて、サポート方面も強化した方がいいかな、という、どっちつかずな、これで活躍できんのか、みたいな方ですよね、正直。でもよくわかんねえんだよな。海トリオを見に来た人どういうリアクションすればいいんだよな。おかしい。海トリオを見に来たはずなのに、使ってる本人がよくわからないと言っている。でもまあ正直試合してみないとわからないよね。うん、正直わかんないんだ。で、今回あれなんですよ、スナッパー作ったんですよ。なんでこの時点ではもしかしたら結局カバとかガブに主役取られるかもしんねえなって段階なんです。まあこれが動画化しているんだったら、海トリオに何かあったんでしょうということで、どうぞ。対戦よろしくお願いします。めちゃくちゃ、ステルスロックの刺さり良さそう。で、なんならガブも刺さってますね。で、なんなら海トリオも実は刺さってるんですよ。え？自分の発言に自信持って、どうしよっか。まあ、海トリオで行くか、今回は。よろしくお願いします。海トリオすごいっすよ。なんかこう、すごいっすよ。見せてやるっすよ。見せることができたらな。さて、ガブの持ち物が前と変わっているんですが、回復の木の実ですね。うまく活用してくれるといいんだけど。ラムが全然意味ないから、状態異常あんまりかからないよね。今の環境。パーモットしかよ。だがスナッパに、パーモットは出せないと思うが。ドゥーラー。チーズ。カバーです。さあ、しっかり仕事しようか。回復の木の実はないから、ほとんど砂巻いて終了だけどな。挑発とは厄介なことをしてくれるぜ。クー、ステルスロックは出せない。ふむ。ならば今仕掛けてもいいかもな。行くか！このタイミングでもう出すぜ。そう、お相手の攻撃避ければいいという圧倒的思考に基づいたガブリアス。悪いこと考えてるところ申し訳ないが、お前死ぬぞ。サザンドらしい、上から殴られて死にますわよ。では身代わりだ。お相手は交代するだろう。サザン死ぬぜ。ほう、すかしてきたか。なるほど、逃げといてよかった。バリンつーかさ、打点ないんだけど。困ったなぁ、困ったなぁ。打点ないのすごい困ったなぁ。やばいな、ガブで枯れると思ったらガブの天敵だったぞ、こいつ。竜の波動、外す。どうしよう。ハッタリでも剣の前使うしかないか。お相手がビビってくれたら、みたいな勝ち筋しかもう残ってないっすよ、これ。海トリオでサンタでするか。痛え。砂で削れ。砂で削るしかないんだ、今。お、玉じゃん。意外と砂で削る、現実的だぜ、これ。身代わり。すげえよな。それだけで死にかけてるやつがいるぜ。身代わり。うお、木の実うめえ。回復しまーす。まだまだ身代わってくぜ。あれ？
ミント使ったせいで元の嘘だろ。やんちゃやんちゃだろ。やんちゃじゃダメなのかこれ。あれ何か勘違いしている。砂が収まった。お相手せっかく攻撃当たる。これとんでもねえやらかししてるぞこれ。次の枚、お相手からしたらもう草ですよねこれ。いくぜマキシマム。よっしゃー、ハドゥー。さあ身代わりは壊されてしまいます。もう命中 100% ですからね。ですが弾ダメであんたの体力を削るぜ。にしてもフェアリーサザンとか面倒の極みなんだが、こんなの見せられたら 技構成変えたくなっちまうよ。混乱している。あ、致命傷だこれ。いってえこの野郎、何やってんだ。曲芸やってんじゃねえんだぞ。さてですが、ですがよ、まだまだこれからですよ。いきますよ、謎の生命体ウミトリオ。ここからお前が何とかしてくる。謎の試合展開はお前のフィールドにふさわしい。では謎の専用技トリプルダイブ、いざ先行する。ぜい、まあまあの火力だ。そう、謎の火力だ。やったぜ。さあお相手の次のポケモンは何だろうな。このよくわからないポケモンにかっこいいドラゴンが敗れるとは愚かな。一応ステロ負けてないんだよな。そういうところはきついな。一応サザンは潰したが、こっから先どうなるんだ。ガモス、ガモスはね餌ですよ。テラスタルないんだろう。ぶっ潰す謎の生命体一撃テラビア。ふっ、熱い畜生。またかよ、また一発目かよ。すぐゼロで、もういっちゃう、ゼロで。ちょっと足りないじゃないか。どうしてくれるんだ。おう、つうかこれすんげ、負けたじゃん。これで負けるのきつくない？気分的に。え、これで終わるの俺。これはきついな。冗談きついぜ。ギガドレでやってもな。くそ、水テラス切らなかった私の責任ではあるんだが。いや、ほら残り2体相手にしなきゃいけないからな。ガモス、くそ、火力は申し分ない。またしても途中で火傷を食らったら足りなくなる絶妙な。いや、一発目じゃなかったら落ちてんだよ。ギガドレチュッチュされて終わりかな。さすがにテラスタル切ってもなというところはあるが、吠える。まだ諦めないよ。試合はね、最後の最後までわからないかもしれないかもしれないじゃない。あのウルガモスが何を持ってるか次第なんですよ。うれ、虫です。ギガドレイナス。さて猶予がもうねえぞ。吠える、せい。あいつの炎の体嫌い。ほう、パーモットか。このパーティーに出すってお前、まさかウミトリオを警戒しているというか、さっきのあれなかったら買ってたっぽいんだよな。泣きそうなんだけどもう俺。まさかのウミトリオぶっ刺さりで勝ってたじゃん。何してくれてんのほんま。くっそ、ステルスロックだ。早いな、早いな。燃やされて終わりだな。判断が早い。さすがに無理ですよ。ってことはこいつブーツ履いてなかったんだな。やっちまいましたね。なんなら先発のサザンに対して開幕から虫テラス切ってでもよかったかもしれない。タイミングの重要性と自分の運の度合いをちゃんと分析して試合に反映させる、その辺重要だよね。お前は己の運を過信しすぎたんだ。対戦ありがとうございました。これで勝ったと思うなよ。うわー、でもウミトリオの火力が意外とあるっていうのは伝わりましたでしょ。うん、そうなんです。
対戦よろしくお願いします。アーマーガーが怖すぎるね。あいつどうすればいいんだろうな。アーマーガーに対してはカバで流しつつで戦うしかないか。サラサラ岩のカバルドン使ってるけど使い勝手めちゃくちゃ悪い。ウケるぞ、ほんと悪すぎてもう涙ちょちょ切れです。どうしたもんか。炎タイプが欲しいな。このパーティーにまずアーマーガーが刺さりすぎてるんだよな。ガー行こうか。じゃあ今回はエースガブリアスがまさかのお休みということで、空を飛ぶタクシー謎の存在カバで参ります。お盆の方がいいかな。でも正直砂のターンがね5ターンでは足りないんだよな。もうちょい欲しい。だからお盆サラサラ岩っていうのをどうか許容いただけないだろうか。ダメ？ダメだよな。そんなの許容されるんだったら多分ノラのカバがみんなお盆ご通名カバになる。絶対戦いたくねえな。よろしくお願いします。さあガーか。すんげえ挑発打ってきそう。挑発打ってるから出してんだろうなこれ。まあだからといってステロをやめるわけにもいかない。多分持ってるでしょう。じゃなかったら先発で出さんでしょう。ガーは先発適正そんなやと思うんすけどね。でもなんか調校してるからなさそう。あれやったなんで。よし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 、オッケーオッケー。さあ補助技効かないやつ来たぞ。セイサーフボーか。地味に困るな。自信変えちゃったからね。テラバーストになってるから今。あいつは補助技を無効にする厄介なボーイなんで、どうしようか今回。ものすごくきついな。ガー行こうか。つうか実はアーマーガーも何もできないんだがな。つうかサーフゴーがパーティー単位で重すぎるぜ。海トリオしかいねえマジっすか。海トリオ無双始めちゃいます。マジこっちとしては別にやぶさかでもないっすけどね。プレッシャー放っちゃうっすよ。シャドーボール安定技痛いっす。溜め残して回復するっす。受け切れてるね。向こうがガーを見て変えたりしないだろうか。でまあ変えなかったとして海トリオくんは砂隠れで回避するので OK。 とりあえずあのサーフゴーなんとかしないといけないけど海トリオ以外になんとかできない。打点がないという恐怖。いきますよ。どうぞトリオチーズ。おお身代わりですか。だが海トリオに対してその技選択死ぬまで後悔することになるぜ。テラスタルートリプルダイブ。いざ。お前の攻撃はなんかこう謎の動作で回避してゼロダメージになるから。こんにちは本体はここよ。いざトリプルダイブ第1だ。まあまあの火力だろう。さあ身代わりは破壊する。何壊れない。あいつどんだけ振ってんだ。あれ相当耐久に振ってると見たね。アイスサンダーめっちゃ勝てんぞこいつ。ほう悪いこと考えちゃってる。ですがもう遅い悪いことは考えるもんじゃねえぞ。なんでこいつ3回攻撃してきてんだよってなってるでしょうね。そうなんだよ海トリオの謎の3段攻撃苦しんでいただきたい。いくぜ第1ぜい第2だぜいニョキなにこの野郎それはズルだろ。それはズルだろ。えいさあ謎の動きで回避避けろこれが謎の動きだ苦しみもがきたまえこの謎の動きにね。あからさまに謎だろう。そう水タイプのこいつが砂隠れであるということはあまり知られていないかもしれない。
そう、あまりにも謎の存在を見てアーマーガーに変えたってことはこいつゴツメかなんか持ってんな。トリプルダイ。それでもやることは変わらん。ゼイ。お、持ってない。うれ。だが火力が全体的に足りていない。ふむ、急所でも取らなきゃ落とせないか。なんとも言えない感じですね。すんげえ。トリプルダイブだけでは落とせないが、剣の前があったら覚えさせようかな。そこまでして謎の活躍にこだわるのか。ガーに逃げてもいいけど、ガーがな、今回ちょっと戦術単位であまりにもサーフ号が重すぎた。失態ですね。ガーに逃げます。休みそうだしね。帰ってきたぜ。よっと、プレッシャーを感じて。おお、ビルドアップ。舐められてたのか。お前潰すぞ潰すぞ貴様、マジで許さねえぞ。海トリオ様を舐めたのか。これお相手崩すのめちゃくちゃ大変なんだよな。鉄壁、交代の可能性はありますがね。ボディプレの一発でも入れられたらいいけどね。さすがにそこを交代されてしまいそうだ。できることならですよ、ここの交代、サーフ号交代をとがめたい。でもお相手それをするなら、鉄壁側を見たんだったらボディプレを警戒するよな。どうにもならんし。だからちょっとね、リスクはかなり伴うんですけど、ここは俺変えますわ。お相手を信じます。じゃないと試合クソ長そうだしな。どっちにしろ動画として日の目を見ることがなくなる。ダメだったか。まだビルド積んでるか。これこっちが早かっただけか。積んでるわ、マジかよ。だったらこれはもう帰るしかないっすね。ビルドか、考えすぎだった。つうかマジで居座るのか。これでこっちがサーフ号を釣ろうとしてるっていうのがバレちまったから、結構ね情報アドバンテージとしてはまずいことになっていますね。ボディプレス、カバには効かねえさ。とりあえず多少強引にでも流すか。超える、すかされてもいい。突き上がる、割と変態型じゃないか。うわー、帰れ。突き上がるボディープレス、ビルドアップ、羽休めか。何が来る。ほう、お前か。岩が食い込んでいたかろうて。一応最後のポケモン発覚したのは大きいですね。うーん、カバルドン犠牲でもここはあくびでレイパーンやるじゃない。それでいい、君はそれでいい。遅え。では行きましょうか。海トリオ、やるしかないぞ。特艦、フィールドは動いた。トリプルダイブ、相手の喉元を貫いていけ。こう引っ込めたか。ガーか、削り切れるか。急所当ててくれたら、尖った岩がいたかろうて。行くぞー。潜る、1だ。潜る、2だ。そい、ぜい、微妙すぎる足りるかどうかのラインがあー、食べ残しでこれは無理になり申したね。これはきつい。
ですがここは急所にでも当ててほしい場面ですね。攻めます。ゾー、これでも意地っ張りの方の曲振りなんよ。急所にさえ当てればで、お相手が変に交代読んで、おおおおお、いけ、よし、謎の存在これあるで、これ謎の存在あるで、これあるであるであるで、謎の存在来てる、これ来てるで、これよし足りた、よしパーモット飛んでくる、来いよ、お前なんか怖くねえ、謎を舐めるなよ。さあ、こいつ格闘だっけか、お前はガーほど硬くねえだろ。テラスタルまだあった、そういえばきつい、きついっすよマジで、こいつ電気もあるしきついっすよマジ、しかも全力の火力をぶち込もうとしている、勘弁願いたいね。来いよ電光衝撃、威力最大、うわまだだ、この世の謎まだ解明しきっていないだろう。だけど電気テラスタイプなんで使い切ってないぞ、気をつけろ。元の電気が消えてるだけだから、あれ謎の火力すごくねこれ謎に強いぞ、いいぞいいぞいいぞなんだこいつ、よしパリーン、やったぜ、俺自身がこいつの性能を引き出していない感じがすごいのにな、積み技いるなとか言ってる段階なのに、なんだろうこの圧倒的不利な状況こいつ覆しやがったサーフ号に完封される2体を抱えながらも勝つのかありがとうございます